今回私は、金沢市民サッカー場の、建設現場にやってまいりました。23年の9月に完成予定のこのスタジアム、進捗具合をたまに見に来ては動画をアップできたらいいかなと思っています。ちょっと中の方は見えないんで、とりあえずこの大きいクレーンですか、やってますね。はいはい、こちら側が100万石ゲートと書かれております。こちら側は多分メインご覧になるのかな。ちょっと中見えないよねこれ、全然見えないんで、ちょっと見えないかな。お、鉄骨が見えるよ。見えるこの程度かな。でももう一つ言えるのは後戻りできない、それだけです。後戻りはできないところまで来ております。夕面がちょっとずつ近づいております。はい、さあ工事はもう進んでますが、中の方が見えないで、そうですね、話半分に聞いてほしいんですけれど、なぜこのアウェーゴール裏を作らずに、J2 企画の1万人のスタジアムに着手したかというと、これは多分いろいろ事情がありまして、この状況下で金沢に作るのはもうこれしかなかったらしいんですよ。あの前市長の、まあ、山野さんですか、ここ2つ向けて、はい、でも一応ちょっとかすかな望みとしましては、この2022年 J2 リーグにおいてプレーオフに入る、もしくはもうちょっと頑張れば J1 に行けたんじゃないっていうぐらいの成績で快進撃というかすると、もしかしたら、J1 企画になるかもしれないという噂を聞いております。はい、だから今年も残留だけじゃなくて行けるかもしれないよっていう感じにはなった方がいいんですけどね。あ、見えないかな、ここから立ち入り禁止だからな。とりあえず一つ言えること、後戻りはできないところまで来ているぞと。間違いなく金沢にこの専用スタジアム、サッカー専用スタジアムができるということだけはお伝えできるかなと。まあここ多分このアングル、県庁も奥に見えておりますが、このアングルが多分メインで、このプールのところがバックスター。確かおもてなしゲートとかなんとか、そのアウェー側はこっちだったかなと思うんですけど、ちょっと勉強不足ですいません。帰って一度見てみたいかなと思います。はい、はい、ちょっとプール側に来たんですけど、若干工事の内容というか分かるんじゃないかなと思います。おお、すげえな。こんな感じですかね。すげえ。多分この手前がバグスタで、赤い大きい重機、そこがメインだ。この南側の方に鉄骨が立ってるんで、こっち側がもしかしたらオンオフかなかもしれません。サービス側です。サービス側のホームゴール裏の完成が、まさに何回も見ますよね。金沢市民プールです、はい、かなり立派な建物です。はい、こちらが現市民サッカー場です。
多分この辺りに本田圭佑クライフコートがあったんですが、移設される予定です。あ、ここ行き止まりか。こっからのが見えたね。こっち北側ですね。北側です。これはもう工事どん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 進んでいきますよ。ちょっと本当に確か、もう夏ぐらいになると結構見えてくるんじゃないかと。あ、これ市民サッカー場ですね。市民サッカー場です。3000人収容の市民サッカー場。はい、散歩がてらに車に戻って帰宅したいと思います。随時進捗具合を確認していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録していただければ励みになります。はい、今回の動画は以上です。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。